私人生初山アップです。地図も見ないでこれ頼りで行ってみたいと思います。これあったらもうコンパスの知識とかいらないですよね。確かにね、林道でこの視界の悪さになってきましたね。山道入って大丈夫かな。これ通行止め、通り抜けできません。まあドラえもんの便利な道具をもらったつもりでいると霧も出るし崩落も起きてるよっていうことですね。はい、今日は西武鉄道の阿賀野駅に来ています。こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、冬場だというのにちょっとあったかいっていうんで、私冬山やらないんですけれども、ちょっとこの阿賀野駅の近くのね黒山三滝っていうところまで、まあ軽い低山ハイクぐらいですかね、ちょっと行ってみたいと思います。で、本日の最たる目的というのがですね、この間買いましたこのスマホ、これに、山マップを入れてきました。私人生初山マップです。この山マップにね、まあこの周辺の地図をダウンロードして入れてきたので、今日はねいつものねこれとかね方位のねポンチ絵とか全く作らずにね、地図も見ないでこれ頼りで行ってみたいと思います。はっきり言って私ね今日ね結構ドキドキして怖いです。黒山三滝は10代の頃に1回行ったことあるんですけど、今ねほとんど道わからないんで、もう本当にこれ頼りでどこまで行けるのかっていうのをちょっと検証しながら歩いてみたいと思います。それでは行ってみましょう。山マップには黒山三滝っていう地図がなかったんで、関八州見晴らし台の地図をダウンロードしました。これで登るを押すんですよね。登る、記録はしない。お、そうすると今阿賀野駅って出ましたね。この赤いルートを順に追っていけば行けるということですね。じゃあスタートしましょうか。スタート。なんだろう、登山ハイキングだからまあ一応ハイキングかな。お、なんか始まりましたね。よし、じゃあこれにのっとって歩いていきたいと思います。最初はこの階段を降りるんですね。いつも関八州からここに帰ってきたことはあるんですけどね、直接黒山三滝に行ったことはないんですよね。私ね、おっちょこちょいだからこういうのすぐ落とすんで、この100均で買ったこのゴムバンドをつけてね、こうやって持っていこうかなと思っています。おー、移動してる移動してる。あー、ちゃんと歩いてきてますね。あ、ここが橋か。今日はね2月だというのに、気温が16度ぐらいまで上がるっていうんですよね。だからまあ軽い古い冬山装備なんですけれども、全然楽勝でいけるかなっていう温度ですね。この時点でも多分10度近くあります。そんなに寒くないです。おー、ちゃんと移動してますね。丸がちゃんと動いている。これが私ですね。あー、梅が綺麗ですね。いい香り。薪ストーブ屋さんですね。はい、順調に来たんですけど、ありゃりゃ。ああ、いや、でも小ぶり峠までは行けますって書いてありますね。じゃあとりあえず小ぶり峠まで行ってみましょうか。はあ、はあ、すごいなこれ。これあったらもうコンパスの知識とかいらないですよね。確かにね。
多分なんか私設定が良くないんだと思うんですけど、あの指紋認証にしてるんですね。でちょっとしてからこのスマホを見ると、まあスリープ画面真っ黒になっちゃってて、で指紋認証でまたピッてこう画面が出るんですけど、また20秒ぐらいするとパッと暗くなっちゃうんですよね。だからしょっちゅう左手のグローブを外してこうやってやってないといけない。これなんかいい方法があるんでしょうかね、教えてください。スリープする時間を長くすればいいのかな。余談ですが、まだ林道なんですけどね、結構ね獣臭がしますね。タヌキなのか何なのか、結構近くにいるのかもしれない。かなり強い獣臭がします。はい、まあ、気をつけながら行きたいと思います。はい、はい、車道がね、車が通れる林道が終わって、小振峠はこっちの登山道って出てるんですが、一応チェック。おー、出てます、出てます。こっちで合ってますね。おお、こんな標高とか出るんだ。268m、 プロトレックの標高が275ですから、まあほとんど同じですね。やっぱりね、気温が高いだけじゃなくてね、今日は湿度がほぼ 100% 近い、98とかだっていう予報なんで、汗が、今年一番こんな汗かいたの。やっぱ山登りはね、体にいいかもしれないね。こっちですね、こっちですね。大体分かってきたぞ。これ交差部とか分岐部だけで見ればいいんだ。ずっと見てると疲れちゃうから、要所要所で見ればいいんですね。いよいよちゃんとした登りになってきましたね。いやー、汗かく汗かく。お、林道に出てまた登山道に入ります。お、合ってますね。林道と交差するとこですね。ああ、掘れた道に土のうが積んで綺麗に整備されてますね。ご苦労さします。素晴らしいですね。本当だったらね、ここパノラマが効くとこなんですけどね、今日はガスってて見えません。お、ついに小振峠の、ヘイクル王者屋さんでしたっけ、見えてきましたね。ここでいいのかな。小振峠到着しました。いやー、晴れる予報と反してどんどん霧が濃くなって小雨も降ってきましたね。さて、どっちのルートを通るかなんですけど、まあちょっと霧も濃いので林道の方、こっちのルートから行ってみたいと思います。ここが黒山さん滝ですね。おお、霧濃くなってきたぜ。あれ、でもさっき林道は途中で通行止めって書いてあったな。この先どこまで行けるのかな。笠杉峠ってとこまでね、この林道で行ければ、そこから折れて黒山三滝に向かえるんですけれども、まあ、そこまで、多分この林道が通行止めじゃないと判断して、ちょっとこっちに行ってみたいと思います。ちょっと霧が濃いんでね、できれば安全なルートを多く進みたいっていう感じです。はい、ちょっとね、林道でこの視界の悪さになってきましたね。山道入って大丈夫かな、これ。おお、通行止め。こっから先は行けないんですね。通行止め、通り抜けできません。しかしね、ちょうどここが笠杉峠だったんですね。ここからなら
行けないのか。行けないのか。おー、参った。崩落箇所、この先崩落箇所があるので入山しないでください。今ここなんですよね。ここから黒山三滝方面行こうとしたんですけど、崩落で行けないと。こうすると戻るようかな。ですね、思わぬ展開になりましたね。崩落箇所がですね、黒山三滝の手前のどの辺りなのかっていう情報が全くないので、ちょっとこれはね、今日は諦めたいと思います。例えば向こうのルートから入って、で黒山三滝が近づいたら、またそこが通行止めになっている可能性もあります。なので今日はちょっとこの霧がね、ぶわーっと出てきて視界がかなり悪いのと、この崩落ということを合わせてですね、申し訳ないんですけど撤退したいと思います。はい、それでもね、なんとかね、このGPS の使い方、要所要所で見ていけばいいんだということと、標高とかもね、かなり正確に出るんだっていうことがすごくよく分かりましたんで、私としてはいい勉強になりました。またね、ちょっと雨が降ってきて気温が上がってるので、霧もどんどん濃くなってる感じなのでね、今日はこのままお昼でも食べてね、ラーメンでも食べて下山したいと思います。それではまた登山動画かハウトゥー動画かバイク動画でお会いしましょう。さよなら。こんなのが出るんですね。いやはや天気予報は大外れですね。ドラえもんの便利な道具をもらったつもりでいると、霧も出るし崩落も起きてるよっていうことですね。道具はあくまで道具として、自分のスキルを磨きながらね、山に行きたいと思います。これだ。これは行かなくてよかったかも。視界がもう20メーターぐらいですね。